すぎておきました、さすがに。寒すぎる、もう長袖着たもんね。この上から多分私はニットのカーディガンを羽織ります、今日は。みんなも本当にあったかくしてきてください。パジャマが半ズボンだったんだけど寒すぎる、薄手の長袖と。無理だ、ちょっと一旦目に切っておきます。ってことで、ちょっと今アイロンしたら朝ごはんだけどうしても食べていこうっていう思考回路になっていて、朝ごはんだけ食べていこうかなと思ってます。やばいよね、おかしい、寒すぎる。朝寒すぎる。どうしようかな、今日の香水は白にしてみようかな。寒っ。なんかもう夢でもさ、もう朝ごはん食べてたもんね。親友と朝ごはんを食べる夢を見て、あーめっちゃできてるやんと思ってパッと起きたら何もないっていう夢を見ました。充電がない iPad の。さすがに一食しか食べてないとお腹すくね。暖房つけちゃった、寒すぎて。でもすっごいさ、暖房って空気の悪い感じしない？極力つけたくないんだよね。暖房つけなくてもいけるかな。すっごい空気悪い感じする。めっちゃ乾燥する。消します。まあ、私が大好きな目玉焼きご飯にします。いや先にご飯作っちゃおう。もう先にすぎるかな。いっか別に。秋ってどこに行ったの？私秋服が一番好きなのに、秋ってどこに消えるものなの？スープは飲もう。スープは飲む。いやマジで今日のご飯は手抜き、冷凍ご飯だし、目玉焼きとウインナーだから本当に手抜きです。秋は帰ってくるんだ。やばい、眉毛な、全然眉毛ない。あーすごい、鮭とかあった。本当は味噌汁とか作りたいところなんだけど作れません。
なんか朝ごはんを食べたいってなっちゃったんですよ。なかなかいないよ、でもコンサート前に朝ごはん作る人。いや、どうせお腹空くんだったら作っちゃおうっていう思考回路。食べるか分かんないから、とりあえず健康的に朝ごはんだけでもっていう思考回路。ウインナーもいきます。切り込み入れてね。でも多分こう洗い物しないから、今日は何もしないです。多分本当にこのまま出ていく。洗い物するかどうかと言われてもわからない。私は血色な怖っ。今日の朝ごはんはウインナーと目玉焼きご飯ともずくスープです。完成です。ちょっとしょろっちょ。ヨーグルトあるわ。
料理選抜の活動がすごいなんか豪華でして、ものすごく私は楽しみなんですけど、皆さんいかがですか？そう、頑張ったら音楽番組に出るらしい。まだだけど、まだわかんないです。何頑張ったらいいかわかんないけど、企画の中で頑張ったら出れるかもらしい。コップ、忘れた。すごくない？それって。すごいよね。充電がないんだった。そんなとこに置いてしまったらいけない。今日は目玉焼きとウインナーのご飯ともずくスープとヨーグルトです。ちょっとこの辺に置くわ。お腹すきすぎてさすがに。いただきます。あったまる。なんか今期のドラマがめっちゃ面白いって友達が言ってた。私まだ1話も見れてないから見てないんですけど、サイレントめっちゃいいんだ、泣けるんだよね、なんかめっちゃ泣けるみたいな言ってたから早く見たい。1228日、ありがとうございます。
好きそう。見る見る見る。美味しい。てか冬なんですけど、この感じがもう。みんな思ったよりショールームやってないんだよね。怖いから一応やってみたけど、朝朝ごはんを食べてます。お腹空きすぎて目覚めたの久しぶりだった。もう夜も別に炭水化物取ってないから、昨日の一日で本当に痩せないかなって思いながら、
眠い。雨降ってるかな。雨が嫌じゃない。寒いのに余計寒くさせる雨。でも雨があるから寒いのか今。私忘れ物する。歯ブラシ忘れとこだった。コンサート前の人とは思えない仕上がりしてるんだし、これでも慌ててます。結構時間ないし、慌ててる。あれあれやったっけってなってるから今。まあでも洗い物はしないんで。はい。新しいスポンジを買いました。
アイロンしないと。ヨーグルトに蜂蜜をかけて食べるのが大好きで、うん、でもこれでも本当に余裕持って生活してる人なので、割と集合時間の15分前とかに着くよ着くよ。ヘアオイル変えたら髪の毛サラサラ。コンビニとか行ったりしたいから、もうちょっと余裕持って出たいなって感じ今は。いいオイル、うん、でも髪質に合ってるかも、このオイルが。なんか結構バシバシだったんだけど、今日この昨日このオイルに変えたらまあまあサラサラ、触った感覚が違うからだいぶ違うだろう。え、このロンティ1枚だけじゃ寒いよね、寒いよね、さすがに。だって昨日はだって普通にアウター着てる人いたんだもん。しかも12度、わかんないよね、急にそんな寒くなったら何着たらいいか。本当にみんなそう思ってるか。寒いよね。じゃあニット着てこう。まあ中はちょっと暑いかもしれないね。もうでもそこ気にしてられないから私はこのまま行きます。眉毛だけ描こう。カラコン入れようか迷うな。
入れちゃうか。うわ、豊橋行ったわ7月くらいに。私昔はんぺんとかめっちゃ好きだったんだけど、今あんまり好きじゃないかも。ちくわとかはんぺんとかかまぼことかめっちゃ好きだったんだけど、今はなんかそんな関心はないかな。そう、練り物系好きだった。です。もうそんな今は関心がないかなって。迷惑かけためっちゃ過去形強調するやつだったね。だった。もうエクユのコート着たいくらい寒そう。ないんだけど、すごい川の実のちくわだって。ちくわの皮だけってこと？今日は朝遅いけどさ、明日早そう。リクワだから食べました。ごちそうさまでした。ちゃんと朝ごはん食べちゃった。ということで、そろそろ終わろうかなと思います。結構緊張してるし、結構大丈夫かなってところが多いんですけど、リハやってみて頑張ってきます。ということで、今日は武道館1日目
よろしくお願いします。本当に寒いので来る方は気をつけて来てください。本当に暑いかもってくらい方が良さそうなので、外はちょっと暑いかもくらいで来てきてください。ペンライトとうちわもよろしくお願いします。髪の毛は、巻き下ろしにするので見つけてください。それではランキングを見ます。13位、タランボさん。12位、エメムルールザットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん。11位、ズッコさん。10位、ケンキザキさん。9位、ウチハさん。8位、サイトアットマークアインツさん。7位、ペロペロチーノさん。6位、ナイキアットマーク初武道館1日目、ガンバ楽しんでさん。5位、幻さん。4位、ユキタントマークナちゃん大好きうなとりどんさん。3位、シッパットマーク MSK さん。2位、ヤッスンさん。1位、 TK トンカラットマークタイさんです。ありがとうございました。ぜひ見つけてください。それではいきます。バイバーイ。